誕生、ケトルベルです。どうぞ。皆さんこんにちは。アスカラプスグモプラスムダアセラムデガウスブル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 アシャムアキラスオーネシ、ケトルベルのベイノアと申します。アスカアキラスポッカアネスマシプラスケツポッカオーネアセプテカアチアウマラスボウズマアイセリアブラスポーネ。私は日本で生活して21年になります。スキャラベシペペパラセミアセルアセルボアセルマシゲルボトルアセルボトル。私は日本に来て極真空手を始めて、そこでいろいろな経験をいたしました。アスケラポーネアスケッピアスプッうんうんアパカラセミネマジャアラバセネアアアア。先輩の厳しいお言葉、辛い稽古、悲しい経験を、たくさん乗り越えてきました。だがしかし、そしたら日本の空手でいろんなことを学べたよ、ポロンポン。それは忍耐力と向上心と感謝の心とポロンポン。それではこれからケトルベルをよろしくお願い、ポロンポン。おっす。言えてますけどね。喋れるんですね。日本語喋れるんですね。喋れるならその調子で。ペラペラでございます。ペラペラでございます。申し訳ございません。隠してました。その調子でいきましょうね。行きましょう行きましょう。お願いしますよ。いやー、それにしてもね、最近テレビなんか見るとね、すごくハーフタレントなんて増えてるでしょ。すごい多いですね今ね。すごく増えて、テレビつけたらハーフタレント。はい。もう最近誰今さの松崎しげるとかね。うん。いや、それハーフタレントじゃないよ。じゃない。ちょ、ハーフタレントじゃないから。じゃ一緒。いや、そこ見て判断しないで。あ、違う。そう見て判断違うから。違う、ハーフタレントじゃございませんよ。でもね、そういったハーフタレントたちとは私ちょっと違いますから。あれ、そうなんですか。そうなんです。それは何が違うんですか、あなたは。私はね、モノマネができる。あら、なるほど。それいい特技じゃないですか、モノマネ。どういうモノマネができるんですか、あなたは。しかもね、あらゆるほとんどの黒人のモノマネができる。黒人のモノマネ。あ、それ大変興味深いですね、あなた。大体できるから。わかりますかね、それ。ちょっとメジャーどころで押さえてもらっていきますか。ちょっと皆さんに披露してもらいましょうよ。代表作からいきましょう。代表作お願いしますよ。注目武田鉄矢じゃねえかよ、おい。急に日本かと思って急に黒人時代じゃん、日本人じゃん、思いっきり。あー、やだなー、怖いなー。稲川淳二じゃん。なんで稲川淳二になっちゃったの。黒人どこ行ったのよ。この間夜の街を歩いていたらね、背後の方からなんだかやだなーって気配がして、後ろの方をスーッと振り向いてくる。何やってんだお前、おい。何をやってんだ、稲川淳二やってんじゃないよお前。おいの、いや、お前それジャイアンじゃねえかよ。ジャイアン、黒人じゃない、ジャイアン。お前のものは俺のもの、俺のものはお前のもの。いや、それただの親友じゃん。俺のものはお前のもの、ただのブツブツ交換だよそれお前。ちょっとお前さ、お前並べてるメンツがさ、ほんと微妙すぎ。微妙って失礼すぎるでしょ。えジャイアンに謝りなんですよ。ジャイアン、ゴーダだけじゃ謝れたらコンビをやらなくていいから。失礼すぎるから、ゴーダだけしてやらなくていいから。いやちょっと微妙っていうのはね、やっぱ日本人じゃない。あなた黒人の真似するって言ったから聞いてみたのに。確かにね、私言ってること違いました、日本人じゃない人の真似するって言いましたね。言った。行きましょう、代表作。申し訳ない今のは。ああ、そうです。行きますよ、バシッと行きますから。バシッと。私は機械やミカンを作ってるんじゃないんです。武田鉄矢じゃんか。
人間を作ってるんです。いやそれ金八先生のシリーズ2のやつだろ。お前もできてないじゃん。お前そんな、僕は死にません。あなたのことが好きだから。101回目のプロポーズ、お前。マルちゃん、いやマルちゃんってお前、マルちゃんってお前 CM のやつだろお前それ。お前ふざけんぜ、全部武田鉄矢じゃねえかお前。ふざけんねえ。お前それボビーオルゴンじゃねえかお前。いやお前ボビーオルゴンは合ってるよ。ボビーオルゴン黒人だから合ってるよお前。合ってるよお前。ふざけんなよ。似てんじゃねえか。俺ヨントリネリマが大好きなんだよ。あ、その調子でいきますよ、ね、切り替えるタイミング間違え、切り替えタイミング切り替えましょう、切り替えましょう、切り替えて。ほんとよし、ネリマが大好きなんですよ。あ、そうなんですか。ネリマね、世界で一番好きかもしれない。それはちょっと込みすぎなんじゃない。すごいネリマ大好きだよね。顔すごい好きだよ皆さん。ネリマ悪い顔してるよお前、ほんとそれは大好きなんですよね。大好きなんですか。いいですからね、せっかくなんで、練馬の歌をね、ここでバシッと作って、はい、お届けできたらなって思ってた。ここで作っちゃうんですか。そうです。いいじゃないですか。得意ですから私、でそれをね、来年のね、この練馬祭り、これ使ってもらいましょうよ。いきますか。お願いしますよ。もうできてるんですか。すぐ降ってきますから。あらあらあら、メロディーリズムすぐ降ってきますから。じゃあちょっとね、披露してもらいましょう。お願いします。来たね、リズム来たね、音階来たよ、音階来たよ、絶対音階来たよ、行くよ。ねえりま、キャッチーなフレーズね。すごくキャッチーなフレーズですよ。ねえりまですね。まあいいですね。ねえりま、ねえりま。ちょっとこれさ、聞いたことあるよ。ねえりまが好きなの。それ桜桜じゃねえか。桜じゃねえか。お前完全パクってるよお前それ。ねえりま。いやお前それもしかしてお前さ、ネリマ。いやちょっと待ってよお前それは。今ネリマ。いやもう気持ち悪い切り方、切れるとこ気持ち悪いなお前。今ネリマってお前。今ネリマ。いや気持ち悪いよお前この動き。お前しかもお前それパクリじゃん。森山直太朗の桜でしょお前それ。森山直太朗。ああそうだよ。全然知らない、俺オリジナルでやってるから。そうだお前、出てたぞ今森山直太朗。出てるって何。ちょもう一回やってみろよ。もう一回やってみる。デリバ。いやデリバってお前。デリバってなんだお前さ。イバデリバ。だ気持ち悪いんだよ。気持ち悪い切れ方がお前。デリバってお前直太朗寄せてんのかお前それは。ネリマ舞い散る中に忘れた記憶と。月面石の桜だし。ノリノリでやんなよ。ネリマの花びら散る旅。黒田さん低いよ。小渕さんもね、後ろのとこだからそのメインでやるやつじゃないからそれ。メインでやるんじゃないそこお前。ネリマラブ。いやネリマラブ。ネリマ桜ラブのとこね。ネリマラブっていうのはお前ふざけんじゃない。全然ダメだお前。パクリのオムニバスだお前そんなの。ダメだろお前そんなの。いやー申し訳ない、ちょっとバラードすぎたかな。いやそういう問題じゃねえよ、すごい怒ってらっしゃるけど。そういう問題じゃねえよ。ちょっとしっとりしちゃったから、盛り上がる系の曲いきますか。まあ、せめてね、せめて盛り上がる系の曲。盛り上がる系の曲で、オリジナル、完全オリジナルでいきますか。それでお願いします。音の言葉しっと、いきますよ。これくらいのリズム。あーいいじゃないですか、このくらいね。ありがとうございます、これくらいね。いいじゃないですか。笑顔咲く二人しぎ合わせの空、隣同士あなたと私。ネリマンボ、ネリマンボ、ネリマンボ。ちょっと最後言うかと思ったけど、ネリマンボ。ふざけんじゃないよお前、言っちゃったなお前ついに。お前そんなふざけてるけどさ、お前本当に好きなの何なんだよお前。本当に好きなの桜。桜かお前、もういいよ。ありがとうございました。3年連続出てた練馬大根より人がいるんじゃないかって気がしますけどね。お二人あのこの練馬の魅力初めてだと思うんですけど、はい、どうでした。いや本当に温かいお客さんがね、このそうですよね、もうみんな笑ってました、本当にいいですね。ものまね似すぎですよ。本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に二人とも空手をやってらっしゃるってことなんですか。そうですね、極真空手やっております。結成秘話というか、結成秘話ハモりましたね今どういう流れでこう組もうということになったんですか。同級生とかそういう。そうですね、同い年なんですけども、はい、まあ、自然発生的にできたのですね。その空手を
一緒に習ってらっしゃって、はい、そこ で会話してるとどん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 こう近づいてってそうでこうやり取りが始まるっていうところで、ね、漫才のようになっていったからやってみようっていつの間にやってたってところですかね。すごいですね、仲良しなんですね、はい、いやいやいや、そんなことねえないよ、ねえ、ね、仲良しですね。今後の活動はどういった？あ、そうですね、お笑いもやってるんですけれども、はい、僕実はですね、プロのキックボクシングをやってまして、そうなんです。そうなんですか。どうりでガタイがよろしいと。全然全然そんなことないですけども、全然そんなことないです。すいません、恐縮ですけれども。じゃあいいよ、そんな、はい、10月10日に次試合がありまして、はい、まあ、そこで勝ったら新人王っていうことなんで。あ、そうなんですね、はい、ちなみにどこで？後楽園でやりますので、機会がありましたらよろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、告知挟みましたね、はい、告知、あなたも告知あるでしょ。でございますか。ずるいんでちょっと僕も言っていいですか。はい、お願いしますよ、バシッと。来たる9月19日月曜日、あさってかな、僕の自宅でですね、うん、地元の友達とたこ焼きパーティーをするんですよ。誰も行かないです、それ何の告知なのそれは。みんな来ていただいてね、フレンドリーやりましょう。お二人の告知はないんですかね。別々